か終了した後も、あ、この経験はオーズで培ったなっていう経験とかありましたか？その後撮影していく中で、あの、バミリの位置に立つっていう、バミリって皆さん分かります？立ち位置に下にシール貼るんです。シール貼ってあるんですね。で、そこに立つのって意外と難しいこと。難しかった、ね、でも本当に結構その船体もライダーもそうだと思うんですけども、もう何ミリ単位で動かすなって言われるんです、カメラマンさんに厳しく。だからもうここ立ち位置ここだったら、そっからこう何歩っていうのを後ろに自分で下がっていって、本当に何歩、6歩だったら6歩で、ごめんなさい、いやいや、すみません、なんかしちゃったかなっていうので、もうありがたいことにちゃんと立ち位置に立てるようになりました。回数を重ねることに慣れていくとか、すぐできるようになりました。あ、当時ですか、はい、当時はやっぱりその手元の寄りとか、ここに入れてこいって言われると、もう手がどんどん震えて実は大変でした。キミジも全く同じなんです。僕が一番得意ですね、この中では。それ、あの、震えるのが得意。そう、なじる方、うん、全然意識すればするほど緊張するもん。そう、だから結構そのそこに出すくらいだったらいいんだけど、角度はなんかこう、ちょっともうちょっとこう、寝かせてとか。わかる。ストップ、カメラの方にちょっと見せて。そう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 、普通だったら僕が見てる側だからさ、こう出すんじゃないですか、まっすぐね、うん、カメラがここから撮ってるとなると、ちょっとこうカメラ側に本当に見えとか言われるとね、うん、それがむずいんですよね。そうで、もう一回って言われるたびにもうどん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 こう増えて、わかる、すごいわかる。シュウ君とかそういうの得意だった？いや、得意ではないと思う。いや、俺も本当に1年間そういう意味では鍛えさせていただいたおかげで、まあ、少しできるようになったかなぐらいで。なんかシューがでも失敗してるイメージがない。はい、本当に安定感すごかった。そんなことない、当時から。本当に全然全然失敗なら素晴らしいと思いますよ。なんだそれ、羨ましいもん。本当に変身するシーンとかも渡辺さんはたくさんあったと思うので、はい、アップになるシーンもたくさんあったと思うんですけど、はい、最初からすぐ大丈夫っていう感じでした？大丈夫というか、もうなんか自分を信じるしかないなっていう感じでスタートしたのがこの仮面ライダーオーズっていう作品だったので、オーディションの合格発表をマネージャーから電話でいただいた時、もちろん嬉しかったですけど、それと同時にもう覚悟を決めて、何があってもブレずに1年間走り抜けるんだっていう思いでやってきたので、もうなんか自分を本当に信じて疑わなかったっていうか、当時まあ18歳だったんで、なんだろう、あんま余計なこと考えてなかったっていうのがありますかね。そうですか。だからすごい子供でしたし、まあ、今もそうなんですけど、すごくその辺は周りのキャストやスタッフの方々に助けていただいて、なんとか走り抜けたって感じですか。その真摯に向かう姿が本当に渡辺さんが日の出で良かったなと今聞いていて思いました。ありがとうございます。高田さんはその後の出演作などで、はい、その経験が生きたなということはありましたか？ああ、滑舌、今もいい方じゃないんですけど、やっぱりこうセリフってあるからにはちゃんと聞こえるように言わなければいけない。それを現場でやっぱりめちゃくちゃ言われたので、何言ってるか分かんねえんだよとか普通に言われたし、なんか高田さん滑舌って言われた言われた、ね、みんな言われたと思うけど、そういう方がいらっしゃったんです。愛の道があったからこそ、はい、そうなんです。よくしようと思って言ってくれてて、だからなんかやっぱりセリフがすごく大事っていうのはオーズのおかげで、知れましたね。ありがとうございます。君島さんはいかがですか？あと震えちゃうところからとこうどう克服していったかっていうのを聞かせていただきたいですか？そうですね、その辺はきっとまだ震えるでしょうね。あんまり得意じゃないかなって思うんですけれども、で本当にその、まあ、その後いろんな作品、読んでいただいてやらせていただきましたけれども、やっぱりそのオーズの時の経験があって、ああここはこういうふうにしとくべきだなとか、そういう判断をつけられるようになったなっていうふうにはすごく思います。ありがとうございます。
さあ、それではまだまだお伺いしたいところではあるんですけれども、そろそろお時間が来てしまいましたので、最後にお一人ずつメッセージをいただいて終了したいと思います。それではまず君島さんからお伺いしたいんですが、まず皆さんお立ちいただいてもよろしいでしょうか。ありがとうございます。では君島さん、よろしくお願いいたします。はい、短い時間でしたが、ありがとうございました。本当10年経ってまさか、こうやって皆様の前に、立たせていただいて、こうね、4人で、お話しさせていただける機会があると思っていなかったので、すごく貴重な、時間を過ごさせていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。お母さん、お願いします。今日はありがとうございました。こういうコロナ禍の状況になってしまって、皆さんマスクしてあまり声も出せなかったと思うんですけど、それでも雰囲気がすごい温かくて、いろいろと懐かしい話もできたかなと思います。今後も私たちも活動頑張っていきますので、変わらず応援していただけると嬉しいです。本当にありがとうございました。ありがとうございます。森田さん、お願いいたします。はい、本日ありがとうございました。こうした時間をですね、皆さんと共有できることはやっぱりすごく僕のパワーになるなと改めて感じています。これから、またね、各々のいろんな仕事をしていくと思いますけども、そういったものもですね、ぜひ、興味があれば見ていただければなと思いますし、これからも頑張ってまいります。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、本日はお集まりいただき誠にありがとうございます。こうして、僕ら4人こうやって登壇させていただきましたけども、本当に久しぶりにこうやって皆様の前でですね、仮面ライダー王座のキャストとして、皆様の前に、出てトークショーをすることができて本当に感無量です。それもひとえにですね、ここまで10年間応援してくださった仮面ライダー王座ファンの皆様、そして仮面ライダーファンの皆様のおかげだと思っております。そして YouTube 配信パブリックをご覧の皆様、本当にありがとうございました。またいつかですね、こうやってキャストで集まれる日を願って、僕らもこれから役者業を邁進していきたいと思いますので、またどうぞよろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。ありがとうございました。では劇場版仮面ライダーオーズワンダフル将軍と21のコアメダルが上演されますが、なんと上映終了予定の午後6時30分ごろ、上映終了後のスクリーンにご注目ください。大事なお知らせがございます。そして東京国際映画祭 YouTube 公式チャンネルでも同じ時間に流れますので、ぜひ配信をご覧の皆さんも忘れずに見てください。そして会場にいる皆さんはぜひ日比谷ステップ広場にご移動いただいて、スクリーンにご注目いただければと思います。ということで、すごく楽しみにしております。それでは以上をもちまして、仮面ライダーギフティース、仮面ライダーアニバーサリーインディフ、仮面ライダーオーズオンラインイベントを終了させていただきます。この後は日比谷会場にて劇場版仮面ライダーオーズワンダフル将軍と21のコアメダルの無料上映が行われます。上映終了後には大事なお知らせもございますので、どうぞ皆様そのままでお待ちください。第34回東京国際映画祭では仮面ライダーフィフティース、仮面ライダーアニバーサリーインティフとして様々な特集上映イベントを行ってまいります。そちらの方もどうぞ合わせてお楽しみください。本日はご視聴いただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またね。バイバイ。またね。はい、ありがとうございます。それではこの後フォトセッションに移りたいと思います。まず準備も始めたいと思いますので、出演者の皆さんは一旦お支度をお願いいたします。はい、マイク置いていただいて大丈夫です。ありがとうございます。大きな拍手でお送りください。それでは準備を始めていただきますので、しばらくお待ちください。それでは仮面ライダーオーズキャストの皆さんです。大きな拍手でお迎えください。
ていただきます。まずはセンターの公式の、カメラの方から、お願いしたいと思います。今ちょっと場所調整しておりますので、はい、はい、ではまずはセンターからお願いいたします。ではセンター、オフィシャルカメラこちらです。こちらに向かい課題側でお願いいたします。参ります。はい、では向かって左側から順番に行きましょうか。手を挙げていただいて、あ、センターからです。じゃあこちらお願いします、はい、ありがとうございます。はい、せっかくなんで流れてきます。ありがとうございます。じゃあ少しずつ流れてきます。またこの辺で、はい、はい、ありがとうございます。はい、皆さんもこんにちは、おしゃれカメラです。皆さんこのまままた開いてみてくださ、ありがとうございます。じゃあ行きます。最後までお願いします。はい、もしもし、ありがとうございます。ありがとうございます。ラストこちらいいですか、おしゃれいただきます。はい、どうぞ。ありがとうございます。皆さん素敵です。はい、ラストにっこり、ありがとうございます。では奥のムービーの方も、はい、お願いしたいと思います。口入りの皆さんご着席ください。奥にムービーがありますので、ちょっと手を振っていただいて、はい、ムービーの方手振っていただいていいですか。どの方が撮ってるんでしょうか。撮ってる方はい、ありがとうございます。よろしいですかね。はい、そして会場の皆さんもお写真が撮れるということになりましたので、ぜひ皆さんカメラのご準備を、フラッシュだけちょっと気をつけていただいてお写真撮ってください。すごい、大丈夫ですかね。はい、それでは以上をもちましてこのセッションを終了させていただきます。本日は皆様ご来場いただきまして誠にありがとうございました。この後の終了後6時30分頃からの日比谷ステップ広場での大事なお知らせもぜひ皆様ご移動いただいてご注目ください。絶対に行った方がいいと思います、個人的には。はい、それでは、本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました。仮面ライダーオーズキャストの皆さんでした。拍手でお送りください。TV.